こんにちは、野菜の日チャンネルです。クリスマスにケーキを手作りしたいという方におすすめのしっとりきめ細やかに焼き上がるスポンジケーキをご紹介します。スポンジケーキは事前に作っておけるので、当日はデコレーションを楽しんでいただけます。スポンジケーキの切り方、組み立て方なども詳しく説明していますので、最後までぜひご覧ください。それでは作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。卵はあらかじめ冷蔵庫から出しておくと早く泡立てることができます。砂糖を加えたら砂糖が完全に溶けるまで混ぜてください。ボウルに80度くらいの熱いお湯を当てて泡立てていきます。砂糖と卵がよく混ぜてあると卵が熱で固まることがなく早く泡立てることができますので、心配しないで熱いお湯を使ってください。ハンドミキサーを最大にして動かしながら混ぜると2分くらいで色が白くなってもこもことした状態になります。生地をすくって垂らした時に生地が盛り上がるまで泡立てます。もう少し泡立てます。こんな風に垂らした生地が盛り上がって消えずに残っていたら、ハンドミキサーを低速にして1分間混ぜます。気泡を均一にしてきめ細やかな生地になるために必要ですので、忘れないようにしてください。ボウルを湯煎から外します。牛乳とバターを一緒に温めてバターを完全に溶かしておきます。薄力粉をふるいながら一度に加えます。泡立て器で全体をほぐしてなじませます。大きく回しながら30回混ぜます。生地は半分くらいに絞みますが、これで大丈夫です。温めた牛乳とバターに生地を少し加えて混ぜ、熱いうちに生地に加えて混ぜます。ゴムベラで手早く混ぜ込みます。ボウルの底から生地をひっくり返すように10回から15回くらいで混ぜ終わるのが目安です。全体に混ざっていたらそれ以上混ぜないようにします。バターを塗った型か紙を敷いた型に生地を流し入れます。少し高い位置から一気に流し入れてください。表面はならさずに型を持って10センチくらいの高さから3回落として生地の中の空気を出します。170度に予熱をしたオーブンで30分焼きます。焼き上がりの目安は生地がきつね色に焼けて中心の生地が少し割れているのがいい状態です。型を持ち上げて10センチくらいの高さから落として
生地の中の水蒸気を出します。型を逆さにしてオーブンペーパーの上に取り出します。型に入れたままにすると中心の厚さに生地が引っ張られて側面がくぼみますので注意してください。型に紙を敷いた場合はつけたまま冷まします。粗熱が取れたら乾燥しないようにラップに包んで冷蔵庫で保存します。冷凍も可能です。ケーキを組み立てます。生クリームと砂糖をボウルに入れ、氷水で冷やしながら泡立てていきます。クリームをすくったときにすぐにお辞儀をするくらいの硬さが目安です。絞り出すときはもう少し固く泡立ててください。今日はスポンジケーキを3枚に切り分けます。型の下に切りたい厚さのお皿を敷きます。そこを乗せてケーキを入れると切りたい部分だけが表面に出ます。型の縁に沿ってナイフを入れると均等な厚さに切れます。お皿の高さを変えれば好きな厚さに切れるのでおすすめの方法です。スポンジの断面にシロップやジャムなどを塗るとクリームが安定しやすくなります。今日はジャムが塗りやすいようにお湯で伸ばしています。生クリームの4分の1をのせて余白を残して均等に伸ばします。スポンジを重ねて、また生クリームを4分の1のせて同じように伸ばします。最後のスポンジを重ねたら、残りの生クリームを全部乗せて伸ばします。表面をならして、周りに落ちたクリームで側面を塗ります。デコレーションはあまり得意ではないので、今日はシンプルにしました。皆さんはお好きなものでデコレーションして、オリジナルのクリスマスケーキを作ってくださいね。今回は冷凍のラズベリーを乗せて、ローズマリーで飾り付けをしてみました。最後に粉砂糖を振りかけて、少し大人っぽいクリスマスケーキの完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。素敵なクリスマスを。